2018年最後の UK アルバムチャートは映画グレイテストショーマンのサウンドトラックが先週に続き首位をキープ。これで非連続24週目の1位獲得となり、アデルの21の23週、2011年2から4月を破り、今世紀最多となった。グレイテストショーマンは2017年最後の週に39位に初登場。翌週、トップ10入り4位。